おはようございます。星野瑠璃です。2017年秋華賞の予想ということで、今年の秋華賞はソウルスターリングはいないものの、有力馬は全部出走してきて、さらに春の勢力図を塗り替えた上がり馬もいるので、かなり面白いレースになりそうです。前哨戦で負けた春の実績馬の人気がどれくらいになるかというのも気になるところです。まず1週間前データ分析動画のおさらいからしていきたいと思います。まずですね、秋華賞は圧倒的にローズステークス組が強いです。で、ここ10年は去年以外は毎年2頭馬券に絡んでいます。去年はシオンステークスが G3 に昇格したことで、変化が起きましたが、今年からはシオンステークス組とローズステークス組の、一騎打ちという形になりそうです。で、次のデータがクイーンステークス組ということで、こちらとクイーンステークス組は過去10年で14頭出走して、馬券に絡んだのは、アベンチュラとアプリコットフィズとムードインディゴの3頭だけになっています。この成績はあまりいい成績とは言えません。で、今年はアエロリットがクイーンステークスを勝って秋華賞に参戦してきます。で、次が古馬混合レース出走馬ということで、こちら、レベルの高い古馬混合レースを使ってきた馬が穴で馬券に絡むケースが多いです。狙い目としては古馬混合条件戦から前哨戦を使ってきた馬になります。で、これらの馬は人気薄で絡むケースが多いので、配当妙味ありということで、今年このデータに該当するのがカリビアンゴールド、川北演歌、ディアドラ、ポールバンドル、ミリッサ、名将オアラ、ラビットランの7頭がこのデータに該当します。と、次に人気薄のローズステークスの勝ち馬ということで、こちらのデータ、秋華賞が始まってから6番人気以下でローズステークスを勝った馬は3頭、タッチングスピーチは7番人気で、マイネレーゼルが7番人気、日本ピロスワンが6番人気から、ローズステークスを勝ったんですけど、3頭とも本番の秋華賞は、6着、15着、11着と、惨敗していました。で、今年のローズステークスは8番人気のラビットランが勝ちました。で、後方から豪快な差し切りで能力を感じさせる馬でしたが、データ的には不安な馬になります。で、これらの、今データを紹介したんですけど、詳しいデータっていうのは1週間前データ分析動画がもうすでに上がってますので、そちらの方を見ながら参考にしていただければなと思います。で、まとめなんですけど、まず週末の関西地方の天気予報は、阪神ファンが喜びそうな雨です。で、金土日と雨なので、馬場はかなり悪くなるでしょう。あとは展開です。ローズステークスは川北演歌が飛ばして追い込み決着となりました。ただ川北演歌自身も2着に粘ったことからも、同じくらいのペースで逃げるのではないかなと思われます。その川北演歌に騎乗していた横山ジョッキーが今回アエロリットに騎乗するというのが難しい点になります。おそらくアエロリットは2番手3番手あたりにつけるでしょうが、どこで動き出すのかっていうのが問題です。
そしてその近くに有力馬の一頭であるファンディーナもいるだけに、前で潰し合うという展開もありえそうです。そうなるとローズステークスのような追い込み決着の可能性っていうのも、まあ、見えてきます。ただ秋華賞は内回り 2000m なだけに、あまりにも後ろからだと、まあ、届きません。なので、まあ、狙いは先行馬の後ろあたりにつけることができる馬がいいかなと思います。なので、軸候補は3頭いるんですけど、まずその3頭のうちの1頭目が12番のレーヌ・ミノル。まあ、オークス、ローズステークスと大敗して距離の不安があるんですけど、秋華賞へと進んできました。久々のクイーンステークスで4着と凡走している点から、まあ、この馬は休み明けは得意ではない可能性もあります。なのでローズステークスの惨敗は、まあ、度外視してもいいかもしれません。オークスも年明け4戦目ということと、やや重の桜花賞での激走の疲れが残っていた可能性もあります。で今回は叩き2走目で一番ベストな状態で挑めそうなだけに、まあ、ここでの復活もあるかもしれません。で枠的にも、まあ、中枠でいい位置が取れそうです。アエロリット、川北演歌、ファンディーナを、まあ、車圏内に捉えながらの競馬ができるので、まあ、大舞台に強い池添ジョッキーならやってくれると思います。過去21回の秋華賞で桜花賞馬は9回馬圏内に来ています。陣営は雨を嫌っている点が気になるんですけど、まあ、ここでの復活に期待です。で軸候補の2投目が11番のミリッサでローズステークスは内枠だったこともあり、直線ではかなり斜めに走って進路を探す競馬でスムーズではありませんでした。でミリッサに先着したラビットランとリスグラシュはほぼまっすぐに走れていただけに、まあ、消化不良のレースだったと思います。夏の競馬を見る限りでは重賞でも勝ち負けになる末脚を持っています。直線をスムーズに走ることができれば突き抜けてもおかしくはなさそうです。で兄弟は姉のシンハライトを筆頭にみんな中距離で活躍した馬です。なので、まあ、この距離でもやってくれると思います。レーヌ・ミノルもそうですが、雨の日の大和メジャー3区はよく走ります。特に重賞で激走する馬が多いので秋華賞では期待できるかなと思っています。で軸候補の3投目に挙げたいのが4番のモズカッチャン。ローズステークスは、まあ、期待していただけに残念すぎる結果でした。使うごとに安定してきた馬なだけに休み明けがダメだったのかもしれません。体重もプラス14キロでした。ひと叩きして変わってくる可能性は高いです。で今回はアエロリット、リスグラシュ、ディアドラ、ファンディーナより人気になることはないでしょうから、まあ、5番人気以下は濃厚になります。今でこそ人気馬ばかりに乗っているデムーロジョッキーなんですけど、昔は人気薄の馬で G1 を勝ちまくっていました。G1 で人気のない時のデムーロジョッキーには注目です。あと平日のツイッターで福永ジョッキーが鍵を握ると書いたんですけど、その該当馬がモズカッチャンに当たります。あくまで府中牝馬ステークスの結果次第ですが、府中牝馬ステークスでクイーンズリングか月下校が馬圏内に来たら、モズカッチャンの評価を大幅に上げたいと思っています。で以上の3頭が軸候補です。でこの3頭のどれを選ぶかっていうのが難しいところになります。で現段階では3頭からの馬券にしたいと思います。
相手は1週間前データ分析動画で言ったように3番人気までの馬でいいと思うので、私の予想オッズは1番人気がアエロリットで、2番人気がファンディーナ、3番人気がディアドラだと思っているので、現時点の買い目は馬連で4番のモズカッチャン、11番のミリッサ、12番のレーヌミノルから相手に1番のアエロリット、4番のモズカッチャン、11番のミリッサ、12番のレーヌミノル、14番のディアドラ、16番のファンディーナという計12点の馬連を挙げておきます。と、私が平日に枠順が決まる前にツイッターでつぶやいた熱い馬番は7番、8番、11番、12番なんですけど、全部に有力馬が入っただけに絞るのが難しくなってしまいました。私は他の要素も含めて、6枠を上位に6枠を上位に取りましたが、4枠がダメというわけではありません。なので、4枠の方を上に取った方がいいと思う方は4枠からで問題ないと思います。あとは当日までにさらに分析して、当日の傾向も加味して勝負の馬券を買いたいと思います。おそらく勝負馬券は枠連かワイドに金額を張るつもりです。なので、当日馬体重の増減、当日の傾向、パドックの状態などを見て、勝負馬券の買い目をブログの方に書きたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2017年秋華賞の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。